今週ドラルフルキンです。マイド、2021年夏でござるな。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますでござる。ということで、正月といえば格付けですね。拙者たちもとうとう川崎クラブチッタでワンマンができるぐらいになったでござる。ということは皆さんの舌もなかなか超えているのではないか、そう思うでござるな。なるほど。ただし超えたと言っても一般庶民よりは超えたと。本日やっていくわけですね。はい、ワインの飲み比べですよ。おお、なるほどね。ワインっていうものはワインですよ。ワインの飲み比べ、うん、これを値段順に並べていただきたい。ああ、なるほどね。値段順に並べるのか。これね、難しいんですよ、ワインっていうものは。はいはい、まあ、はっきりピンキリですよ。もう数十円のものから数万円のものまで数十円のものは初めて聞いたんですけど、イタリア行ってあの一口くださいって言ってみ、多分それぐらい飲める。え、そうだ、イタリアはそういうところや。あ、そうか。ということでね、本日ご用意したワインは3品、はい、1つは590円、1つは1018円、そして一番いいやつが3608円。ちょっとやばい、ちょうどいい感じ。なんかこんくらいのところで高くなってへんか。50万とか出してくるやろ。バカ野郎お前たち、売れてなかったバンドマンの頃を考えてみろ。なんかもうサルバトーレエスカノールみたいなの出してこい。わかんないね。サルバトーレエスカノールみたいなね、うん、ちゃいます。大丈夫ですか。ちゃいます、はい、それじゃないです。皆さんわかりますか。うん、僕たち売れなかった時、500円のマクドナルドでハンバーガーセットを買うのためらいませんでしたか、はい、そういうことですよ。500円が限度だった僕たちがですよ、たくさん出せるようになった、はい、うん、ということは一番いいワインぐらいもう当てれるでしょう、うん、言うてさ、僕ワインあんま飲まないってからね、はい、飲んだことほとんどないですけど、はい、結局ブドウの腐ったやつやろ。あ、そうそう、ブドウの熟成させてるやつやな。まあよく言ったら熟成や、うん、腐った俺らも年々熟成されてるわけやん。まあ言い方を変えればそれ、まあ、ある意味ビーラーに近づいていってるわけやな。まあ内臓抜き出しないけどそうやな。まあでも結果だから要するにワインはブドウでしょ。ワインはブドウ、うん、だからブドウの格付けみたいな感じよね。まあ確かに熟成が多い方が高いよね、絶対そうだね。そうですね、年代物の方が。だから熟女と、はい、あの幼女を見極めろ、はい、ブドウ犯罪になるから。犯罪編そういうことで、そういうことで、熟女と幼女を見極めろ、ブドウ編でしょ、そういうことです。やりましょう、はい、やれる。じゃあ1品目から出していきますよ。はい、ベビキン。ではまずこれが A です。はい、ちょっと みんなこれ飲んで、これ一緒とかな。そうです。では皆さん飲んでみてください。では軽く一人ずつ、うん、このワインについてのコメントを軽くだけ言っていただきましょう。じゃあ翔吾さんから。まあなんか飲んだことないわけじゃないので、はい、白ワイン飲んだことありますよ、はい、一言で言うと普通やな。なんかまあ全然普段飲めそうなレベルの、はい、そうですね。僕の意見ですけども、うん、広大なスーパーの中のちょっと手前に置いてある本日のピックアップの味がします。なるほど、ね、そういうコメントね、わかりやすい、置いてある場所ね、うん、おそらく1000円。めっちゃ薄いジントニックみたいな感じですよ。なるほどね。10代のこれ、うん、10代って感じよね。10代って感じするな、うん、いやそうだね、翔吾、うん、それは間違ってるわ、うん、これ多分30代30代まで世間を知らずに育って中身のない30代。それはだいぶやばいやつやな。、うん、何してきたん30年。よろしいですか。はい、では次のワインへ移りたいと思います。はい、ベビキン。では、はい、2品目のワインを用意しました。では皆さん匂いから嗅いでみてください。なんかさっきより切るわ。まあ種類が違うからね、無駄の種類が違うからね。確かにそれはちょっと黄色いというか濁ってるようにも見えるよ。では皆さんお飲みください。はい、お、酸っぱいね、こっちの方が。そうやな、さっきよりは年上って感じする。なるほどね、うん、年上ね、うん、では皆さん評判いけますか。もうちょっと飲みますか。じゃあ翔吾さんからお願いします。先ほどに比べて、はい、ちょっと一番最初にツンとくる感じがあるな。なるほど。で、後からちょっとピリッとした感じがあるな、こっちの。なるほどね。だからこっち側のちょっとなんていうの、そのアルコール感が強い感じがちょっとした、さっきよりちょっと飲みや、でもワイン好きな人はこっちの方が好きだからっていう感じ。なるほどね、うん、32歳。32歳。はい、そうですね、40代教師って感じですか。世間は知らんが社会は経験者、なんかそういう感じがしますね。では寺丸さんどうぞ。さっきより炭酸なのよ。アクエリアスにポッカレモン数滴みたいな感じですよ。スパークリンみたいな炭酸は基本ないんだよ。アクエリアスに、はい、
ポッカレモン数的。なるほどね、うん、ベビキン。はい、では3品目のワインでござる。薄いく見える色が、そうやな、透き通った、透き通ってる感あるよね。そう、うん、では皆さん飲んでみてください。では翔さんから今日のどうぞ。正直一番美味しくない、はい、美味しくない、うん、美味しくない、これが。なるほど。何かというと、あのブドウの皮みたいな、はいはいはい、ちょっとなんかそのなんていうかな、ちょっと苦さ、はいはい、みたいなのがあるのよ これが一番、うん、一番美味しくないかも。なんかこいつの個性が強すぎて、はい、その料理の味を引き立てるっていう意味では、はい、俺なしかなって思ってしまう。あ、なるほどね、うん、今のところ一番美味しくない。翔子の好みではない。好みではない。あの、例えるなら若すぎるか行き過ぎてるかどっちかな、2歳か60歳どっちかな。なるほどね、うん、これどちらも翔子の守備範囲ではないないね。ないよ。2歳か60歳でちょっと悩んでる。なるほど。で、行き過ぎたのか若すぎたのかで今すごい悩んでる。じゃあ次大西さんどうぞ。ああ、僕が意見言ってるんですか。これでも完全にあの運動場を駆け回る10代って感じですね。運動場を駆け回る10代そうですね。多分何も考えてないからこそ大量にコンビニに並べる。500円取りました。では最後、ドラマさんどうぞ。キャラクターがないのキャラクターがないのね。うん、あの今までその出てきたやつらは、はいはいはい、あのジントニックが薄くなった感じ、はい、なるほどね、うん、アクエリアスにポッカレモン数的みたいな、うん、なんか謎のなんかキャラクターみたいなのが存在したの。なんかな、ね、このここがいい、ここがいいみたいなやつがいてんけど、はい、こいつはそれが存在しない。なるほど、うん、なんか一緒にご飯と一緒に食べる飲むやつやねんなみたいな、あのイメージが続いたかな、ドラマル的には。ベビキン、では一人ずつ開けていただきたいと思います、はい、では順番通り翔さんどうぞ。ダガン、1回目のやつ21歳、はい、星2つ、はい、2回目のやつ32歳、はい、星3つ、はい、3回目のやつ2歳星1つって感じですね。なるほど。次大西さんどうぞ。そうですね、1つ目の飲んだやつが中身のない30代、星2つ、はい、2つ目の飲んだやつが40代教師、星3つ、はい、で3つ目が20代の小学生、星1つということで、はい、はい、一緒やな。一緒ですね、長男とほぼほぼ一緒ですね、うんうん、では、トロマルさんは、はい、はい、ジントニック薄い薄いが星1つ、うん、アクエリアスにポッカレモン数滴が星2つ、はい、で、キャラクターなしが星3つ。なるほど。これ、あのジントニック薄い薄いがなんで1かっていうと、はい、あの炭酸でごまかすしかなかったんじゃないかっていう。あ、なるほどね、うん、それで1で、キャラクターなしがこの飯に合うように作られてるから3、はい、で、消去法で2。なるほどっていう感じだ。なるほど、うん、では、皆さん答え合わせを始めていきます。はい、まず、一番安い590円、はい、はい、これはチリさんです。590円は、A は590円。一番最初に590円なので、トラマルさんが正解です。やった、やっぱりそうや。一番最初か。はい。やっぱ炭酸やね、これ。炭酸やったね。うん、おぉ。次、飲んでいただいた二つ目。これ、フランス、ブルゴーニュさんです。何ブルゴーニュって。どう、トラマルさんがそう言うと思って調べてきました。フランス東部にある、ブルゴーニュ地方です。はい。ブルゴーニュにしてやって。はい、はい、言うと思って、調べられとんだ。調べとった。どこって絶対言ってくれるよなと思って、はい、B は3680円、一番高いやつです。うわー、そこ当たったな。当たった当たった、うん、ではラスト C、 C はイタリア産1018円。あ、なので高い順でいくと B、C、A となります。 B、C、A なので全員不正解。あ、まあ、とりあえず全員まだまだやということや。ということで以上になります。はい、では2021年も盛り上がっていきましょう。バイバーイ。 バイバーイ。